ハッサム南駅は、北海道札幌市西区西町北7丁目にある、札幌市営地下鉄東西線の駅。駅番号は、T02、24軒、低入れ通の下に位置する。地下1階に、コンコース、券売機、改札口、地下2階に一面2線の島式ホームを持つ。出入り口は2カ所と少ない。ホーム中央に改札とホームを結ぶエレベーターがある。 地上へのエレベーターは一番出口付近にある。また、バス乗り場に通じる一番出口には、上下両方向のエスカレーターを設置している。二番出口は24件、手稲2を挟んで、北側のハッサム2条5丁目にある。当駅と宮の沢駅は、ホームと改札を結ぶエスカレーターが、従来のものと違って、方向別で向きが異なっている。このため改札から降りる分には、 スムーズであるが、ホームからは改札と逆方向に登るために、遠回りとなっている。札幌市交通局によると、2019年度の1日平均乗車人員は9007人であった。駅開業後の1日平均乗車人員の推移は、以下の通り。ハッサム南バス発着場1から4番乗り場は1999年2月25日に、供用開始した、ハッサム南バス発着場。 4番乗り場は校舎専用。2019年12月の平日1日あたり、スクールバス等の飛行地便を除く発着本数は、バス発着場、路上停留場を合わせて316便。2020年4月1日現在、バス発着場は、JR、北海道バスが使用。このほか、北五条、手稲通と新こと2通り、手稲左小通との交差点付近に、 西町北7丁目停留所があり、西の方面の路線でハッサム南駅に入らない、路線の当駅乗り継ぎ指定停留所となっている。また、サッソン線の JR 札幌駅方面、定イ区方面の発着がある。ありがとうございます。